対戦するのは21号ナムちゃん。これはなかなか興味深い組み合わせだ。一進一退の攻防とはこのことを言うのだろう。なるほど、何も考えずに連続攻撃をしているわけではなさそうだ。一つ一つの攻撃が強烈だ。これはさすがに危ないか。はいや、こっちだぜ。この一撃は大きいぞ。まさに猛攻というにふさわしい状況だ。どうぞ、アンキ。主導権をどちらが握るかの勝負の分かれ目だ。見逃せないよ。相手につけいる隙を与えない。いいタイミングでサポートが入った。重い一撃になるダメージは大きいだろう。手加減なしの攻撃が続く。このまま勝負を決めるのか。まあ、今回はこの程度が済んだ。味方がやられたことで闘志に火がつくこともある。この味方からのアシストで風向きが変わるかもしれないな。一進一退の攻防でこのことを言うのだろうな。いいタイミングでサポートが入った。甘い、そう来たか。甘い。一進一退の攻防とはこのことを言うのだろうな。いいタイミングでサポートが入った。甘い、甘い。ここまでの僅差だとその後どう変わるか予想もできない。クソ、一人で倒れた。だがまだ勝負は終わっていない。どうやら闇雲に力を放出しただけではなさそうだ。こう相手の隙を突く。手加減なしの攻撃が続く。このまま勝負を決めない。甘い。防御できなかったらこのダメージが後々どうか。さすがにこらえきれなかった。仕切り直しといったところ。ここからが見ものだ。苦しい展開になってきたな。大技で形勢逆転すればあるのか。相手が変われば攻め方も変わる。臨機応変に対応する必要がある。なるほど、手数を減らすつもりもないから。反逆の糸口をつかめるか。見ていろ、今にこの状況は大きく変わる。さすがにこらえきれない。心配するな。倒れた奴は今頃救護されているはず。そう来たか。極限状態のこの勝負、俺たちも最後まで見届けるべきだ。この攻撃、かすり傷程度では済まない。優劣が少しずつ見えてきた。油断は禁物だ。まだ逆転も十分ある。極限状態のこの勝負、俺たちも最後まで見届けるべきだろう。なかなかの名勝負だった。双方の実力見定めさせてもらったぞ。成長したな。